5週目レギュラーパーソナリティのサボテンサトシが、今回もその久保田君と松本さんにお願いしてですね、楽しい演奏と、トークと、展開してます。そして今回は4週目もなんと食い込んでやらせてもらえるということで、もうね、徐々に3週目、2週目、1週目と、もう本当のレギュラーパーソナリティを勝ち取るための、ステップだと思っております。何を言ってんだろう。はい、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。